眼科の平松です。今日はチョコレートの隠された効果、神経に対する効果が結構あるっていうことについて今日お話ししようと思うんです。以前、または別の動画で神経の再生のためには神経栄養因子が重要で、日本ではまだだけども海外でそういうお薬レネクサスっていうのが開発されつつあって、ちょっといろいろ適用とかいろんな問題があるんで、詳しいことはちょっとそっちの動画見ていただければと思うけど、海外でもすでにフェーズ2って言ってね、緑内障に対して神経の厚みを OCT が薄くなったのを戻してくれたりとか、そういう効果があるみたいなのをお薬の紹介はちょっとしました。ただそれっていうのはやっぱりお薬になるわけで、できれば食事とかそういうのから神経栄養因子って摂取できるようなものないんですかってご質問いただいて、そういうのをね確かに紹介してなかったなと思って、今日はその具体的な例としてチョコレートの神経栄養因子に対する効果についてお話しようと思います。これは研究、2019年の研究になります。この研究はチョコレートによって神経栄養因子、つまり神経を強くしてくれたりとか神経の状態を良くしたりとか、はたまた場合によってはダメージを受けた神経が再生するような、可能性がある、そういうような物質ですねを増やしてくれるという研究になります。20人の健康な人を対象として30日間チョコレートを食べてもらいました。片方はダークチョコレート、いわゆるこう普通のチョコレートで砂糖とかあんまり含まれてないやつね。もう片方がホワイトチョコレート。ホワイトチョコレートって名前チョコレートなんだけど、カカオとかが含まれてないんですよ。だからチョコレートとは言いつつ、チョコレートじゃないというかな、そういう感じなんですね。っていう風にすると、どうなったのかってことですね。でちなみにダークチョコレートって 100% のカカオじゃなくて 70% のカカオを使用しているものになりますね。そうするとテオブロミン、そして神経栄養因子のうち NGF っていうタイプの神経栄養因子が増えるっていうのが、今回の結果から分かってきたっていうことになります。で実際に、どのぐらいそのダークチョコレートとホワイトチョコレートっていうのは違うかっていうと、カロリーとかタンパク質とか脂質とか、そういうのはほぼほぼ変わらないんですね。ただポリフェノールとかカテキン、カフェインとかテオブロミンとか、ここら辺が違ってくるので神経栄養因子に影響してきたのかなと。結果として、もちろんね緑内障とか目のことを気にされる方もいるけれども、認知症、認知機能に関しても、実際にきちんと、ダークチョコレート摂取した人の方が、認知機能が改善したっていう研究、こんな感じのねグラフがあったりとか、はたまた NGF、ね、いわゆるこう神経栄養因子、人間の視神経とか、他の神経の栄養となるような因子が増えてきましたよとか、あとは BDNF っていうのも、神経栄養因子の一種なんですけども、それも増えてきたよっていうような結果がなりますと。でどういう風になってきたっていうのっていうと、それに関連するものとしてテオブロミンっていうのも栄養素として重要なんですね。それは摂取して1週間後、2週間後、3週間後、4週間後と、バーッと上がってきて、でやめると、戻るっていう感じになります。ですから摂取したら一生効いてるかっていうと、そうでもないんですね。なので、摂取をある程度継続しないと、ちょっと効果はないよねっていうのが、今回の結果から分かってきます。じゃあなんで神経栄養因子はチョコレートで、活性化されるのかっていうと、カテキン、テオブロミンっていうね、チョコレートに含まれているものが脳血液関門というのを通るっていうふうに言われてます。これどういうことかっていうと、脳とか神経系っていうのは非常にこう大切な臓器じゃないですか。なので例えばお酒飲んでお酒の悪い成分が脳とか目にがっつり来ちゃったら神経が死んじゃったりすることなんです。なのであんまり来ないようにある程度こうバリアがあるんですよ。このバリアを、カテキンとかテオブロミンはすり抜けて行ってくれる。悪いもんじゃないからすり抜けていいんですよ。すり抜けて行ってくれるから栄養的にも届いてくれていいですよねって感じですね。で人間でじゃあ実際どうなのかっていうのはまだ分かってないんだけども、ラットとかの研究に言うとテオブロミン、これチョコレートに含まれる成分によって神経栄養因子 NGF や BDNF が増えるってことが分かってるので、おそらく人間もそうなんじゃないかなと。このテオブロミンの効果によって神経が増えてくんじゃないかと。でじゃあそれらがどういうふうに効果あるのか、EGF ね、神経栄養因子の EGF は神経細胞の増殖、神経を増やしてくれるね。
BDNF は分化や成熟、そして合成酸酵素の発現を上昇、まあ要は酵素って言ってね、そこら辺の反応をね良くしてくれるようなものをよくアップしてくれたり、あとはシナプスの増加、まあシナプスっていうのは神経がつながってるやつね、が増加して機能が強化、強くなってくれる。そして神経保護だけではなくて神経細胞の再生も促すことがあるっていうことなんですよね。すごいじゃないの。確かにそうなんですよ。なのでやっぱり、まあ、今後としては、まあ、チョコレート、まあ、チョコレートに限らずね、今後もねそういうのは紹介していくわけだけども、ぜひぜひ、まあ、積極的に摂取していただくのはいいかなと思います。ちなみにチョコレート毎日食べるとどうなるかっていうような動画もあるので、ちょっとそっちを見ていただくとより深くわかるんでいいんですが、まあ、さらっとチョコレートの効果について復習していこうと思います。1個目、死亡率の低下、心臓血管、系を低下する、で脳卒中を低下させる、糖尿病にも効果があるかな、あとは血圧の低下、悪玉コレステロールの低下、血糖値を低下させる、酸化ストレス、酸素によるダメージを減らす、で難聴を減らしてくれて、気分の落ち込みや認知能力に対しても、まあ、効果があるっていうようなデータが、結構信頼できるようなデータとして出ているってことで、システマティックレビューっていうね、データを主としてって感じですね。まあ、例えば、27,111 人を対象とした研究だと、死亡率、つまりチョコレートを積極的に摂取している人と、そうじゃない人だと、まあ、単純に死亡率自体も下がってくる。まあ、だからそれは神経を強くするだけではなく、血管とかも良くしてくれるっていうことで、まあ、チョコレートいいんじゃないのってね。まあ、実際ね、チョコレートをね、ダークチョコレートですよ、甘すぎるのをバンバン食べるってなると、これ話、糖尿とかまた別個の話になっちゃうので、まあ、今回話しているのはダークチョコレートをメインと思ってください、を、まあ、ちょっと摂取する人ってやっぱり、まあ、健康にも気を使ってるし、死亡率は、まあ、下がりやすいかなと。そして心臓の病気でいうと、心臓血管系の病気を 37% 減らしたりとか、脳卒中の病気を 29% 減少させてくれるっていうね。これは、ポリフェノール、いわゆるこう血管系に対していい物質っていうのがチョコレートにはたくさん含まれていますので、まあ、それが、血管系を強くしてくれるんじゃないかなっていうことですね。あとは、まあ、糖尿病にも効果があるのかもしれないなっていう効果があったりとか、あとは体重減少に関しては、もうこれはねほぼねないぐらいのデータなんですけど、これ なんでわざわざこんなデータを出したかっていうと、一応システマティックレビューと比較的信頼できる研究であるっていうのが1点と、いやチョコレート食べると太るってイメージあるじゃないですか。それは食べ過ぎはもちろんそうですよ。でも少量摂取してその分カロリー他のを取りすぎなければ別に太らないよっていうのが、まあ、今回のことから言えるかなっていうふうに思うんですね。だから砂糖バンバンのチョコレートを食べまくって、それもお腹いっぱいのところに詰め込む、あ、僕もついついやっちゃうことありますよ、まあ、結構美味しいからついつい食べようかなってなっちゃうこと あるんだけども、そうじゃなく普通に、お食事の代わりにちょっとだけチョコレート取ってあげて、その分ちょっとご飯を減らすとか、まあ、こんな感じにしていただくんだったら、まあ、そんなに問題ないよねっていうことが言えるかなって思いますね。でもって、血圧も下げてくれる。それはさっき言ったようにポリフェノールとか、カテキンとか、まあ、こっちの効果によって、まあ、血管系を強くしてくれるから、まあ、いいでしょうと。でさらには、悪玉コレステロール、を低下させてくれるので血管が詰まったりとかしづらいわけですよね。ってなってくると、これは神経の再生、一番最初に言ったのが神経の栄養因子、神経再生にいいですよって話をしましたけど、その神経再生に重要なのは神経栄養因子だけじゃないんですよ。だって血流が悪ければいくら神経に栄養を生かせようったって、血流悪くて神経細胞死んでしまったりとか、血の巡りが悪くなっちゃって訴えしちゃったりとかしちゃうわけですよね。そこの血流を良くしてくれるっていうのが非常に重要になってくるんですね。もちろんね、太らないようにメタボとか気をつけるとかっていうのは基本ですよ、うん、であとは運動誘発性の酸化ストレスを減少してくれるとか、要は運動した時ってやっぱどうしてもストレスはかかってしまうもんなんですよ。でも必要なもんなんですね。なのでそのダメージを少なくしながら運動効果を出してくれるとか、まあ、あとは難聴になりにくい、まあ、目に対してもいいんだから耳に対してもいいっていうのはこれなんとなく、いくかなと思いますね。また気分の落ち込みにもいいと、まあ、神経系にいいわけだから、まあ、気分にもいいですし、まあ、認知症にも効果があるんじゃないかなっていうふうに言われているんですね。ただチョコレートには問題点があります。それはニキビのリスクがあるっていうことですね。なんとなくチョコレート食べるとニキビできやすいなとか吹き出物出やすいなって人いません？僕も
ちょっと取りすぎるとちょっとできやすいんですよ。特にね、鼻のところにできやすいんですよね。まあ、そういう方もいると思うんですけど。なので、あんまりやっぱ大量摂取っていうのはおすすめしない感じですよね。うん。あとは、物もらいができやすい人も結構いるんですよ。だから、患者さんとかでも結構物もらいできるんですよねと思って、1個切って治ったと思ったらまた逆の方に出てきちゃって、なんか目こすってないですかって言うと、いや、そんなこすってないんだけどねって言って。でよくよく聞いてみると、やっぱチョコレート結構食べてる人とかはなりやすいかなって、これ個人的な印象ですね。あとは、偏頭痛。頭痛くなりやすい人が、やっぱちょっと言っていらっしゃるんですよ。うん。まあ、僕の、まあ、個人的な印象だと、やっぱ女性に多いかなって印象があるんですけれども、まあ、チョコレートを食べて、頭痛くなりやすいって人がいるので、まあ、そういう人の場合は、まあ、ちょっと避けてもらった方がいいかなっていうふうに思いますね。で、テオブロミンっていうのが、まあ、いわゆるこう、神経要因子に重要だって言ったんですけど、このテオブロミンっていうのが、まあ、チョコレートに含まれていて、平滑筋、要は血管系にある、まあ、筋肉ですね。まあ、これに非常にこう、効果的になってくれてるっていうところが、まあ、いいかなって思いますね。カフェインもね、ちょっとね、チョコレートには含まれてるんですけど、まあ、そんなにではないので、まあ、そこは気にせず、まあ、摂取していただいていいかなっていうふうに思いますね。ということで、まとめますと、まあ、チョコレートを摂取することは、まあ、神経にとってもいいと。神経の再生の、促す因子である神経栄養因子、BDNF とか NGAF、まあ、今回で言うと NGF ですね、を、アップするっていうような研究が出てきましたと。じゃあなんでなのっていうと、まあ、摂取するテオブロミンとか、ポリフェノールとかが、まあ、血液から、まあ、脳に、行くような物質であると。でそれが、まあ、実際、ラットとかの研究によって、まあ、摂取することによって、神経栄養因子が増えるってことが分かっていると。ただ、神経に栄養が行くだけではなく、神経に行く血流自体も改善してくれるっていう研究があるので、まあまあまあいいかなっていうふうに思います。じゃあ、チョコレートしかダメなの、私チョコレート不得意だよって人の場合は、他にもそういう動画、いいのはいくつかありますので、まあ、アップしていきますんで、まあ、ぜひチャンネル登録やベルマークっていうのを押しといていただけると、まあ、見逃しにくいので、あとはですね、目にいい食事っていう再生リストございますので、ちょっとそっちも見ていただけると、あ、こういうのもいいんだっていうのを知っていただけるんで、まあ、ぜひぜひ見ていただければと思います。まあ、今後もこんなのいろいろアップしてきますんで、よろしくお願いします。